のトントントンが心地いいですね。あ、お好きですよね。押していきますね。ちょっと待って。おー。あー、痩せた感じするわ。そんな速攻で。待望の中村さんにいらしていただけます。待望だなんて本当にね、ありがとうございます。年末に、はい、出産しまして、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ブク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 いっちゃって、私産後太り、汗もねあんまりかかないですしね。うわ、暑いな、パシャーみたいな、はい、水しぶきのような汗をかくと、まあ、お腹が戻ってないとか足がむくんでるとかっていう腰痛くなったりします？はいはい、めっちゃきつい。あ、特にどこがお辛かったですか？全部、全面が全部。骨盤の方で見てもちょっと右の方が上がってる、うんうん、右上がり、こう斜めにこうなってる感じありますね。骨盤の歪みがあったりしても痩せにくくなったりあるんですよ。足の反り腰が、うん、反り腰ね、目立ってますね。そのせいもあって結構お腹が出っ張っていくというか、目立つ。また寒くなったりなんか気になることあったりしたら言ってくださいね。はい、そうですね、ここ指の足の甲とかも結構こう、ここら辺こう、うん、溜まってるというか、はい、結構ぷくっとしちゃってますよね。調子良ければやっぱりこう骨が浮くぐらいにすっきりしてるものなので、ももとかも痛そうですね。やっぱ全体的に前重心になるので、辺もあって、まあ、それでまあ肩も張ったりとかつながってきますね。痛いですよね。ちょっとね叩きましょう。大丈夫ですか？でもすごいですね、あの1キロぐらいで妊娠中収めたって。じゃあ本当に良かったですよ。おお、なんかいわゆるこう、なんですか、臨月のパンパンみたいな感じがそんなにない、はい、おお、すごい。顔痩せてないみたいな感じでは思いましたね。このトントントンが心地いいですね。あ、お好きですよね、この線。これ本当に産後のデリケートな体にも優しいので、いいと思います。やっぱりちょっと久しぶりに受けてらっしゃるので、あんまり今強い刺激 NG だと思うんですよ、うん、でもやっぱ状態としてはかなりちゃんとケアした方がいい。もうすごいこう疲れが溜まったり歪みが出てたりははっきりしちゃってるので。あ、これ痛いですね。股関節やっぱり影響、まあ、あまりあれだけ腰椎もぐっと前に出てたので、無理がかかってますからね、股関節も。左の方がももパンパンですね、ここがモリッと、結構響く感じ、右よりあるんじゃないですか、すごいすごい丸くなっちゃってますね。赤ちゃん中心だからあんまり自分のケアできないですよね。可愛いですよね。でも8ヶ月ぐらいだと。めちゃくちゃ可愛いですよ。ねえ。なんかだんだん人間らしくっていうか、表情も豊かになったり、してくる頃で。
すごいな。え、じゃあ割とそのまあつわりはあったりはするけど体が痛いとかみたいなのは、ね、うん、じゃあその産後の方がちょっとむしろ体しんどいっていう、うん、痛い、うん、ですよね。やっぱ重く感じたりとかもありますか？あります。なんか、あの夜中の授乳した時にベッド、ね、あのトイレ行こうと思ってベッドから立ち上がった時に、はいはい、あのなんだろうな、あの突っ張ってる感じが痛い。あ、はい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 、なんかスムーズに動かない感じですかね。そうですよね。結構やっぱりいろいろとね、ちっちゃい子いると、うん、まあそのリラックスも、うん、しづらかったり、まあでもそもそも睡眠時間が削られたりしてるから自律神経も乱れたりして痩せにくいとは思うんですよね。私もそうだったですけど、うん、若い時の出産だと結構落ちるんですけど、ね、そうそうそう、年齢上がってくるともうそもそも代謝も落ちてるし、全然違うからびっくりした。全然違いますね。私もなんかお腹のブヨブヨがずっと取れてないです、ね、腕もやっぱりすごいですね。結構もう重くなってますよね。8ヶ月何キロぐらいですか？6キロぐらい。あ、でも結構軽い、ちっちゃい、小さいですね。ちっちゃい。なるほど、なるほど。でもまあね、しょっちゅうですからね。消化とかも、うんうん、悪いんですよね。悪くなっちゃってるんですよ。痛い。そんな力入れてないんですよ。むくみが出てるところって痛いので基本、うん、何かとその、まあ緊張があったり不安があったりはして、ね、うん、体がりこわばっちゃうので。確かに、うん、そうなんですよ。うわ、すごいですね、うん、でもすごいパンパンになってますね、うん、うわ、関節がやっぱ詰まってますね、うんうんうん、痩せるツボなんですけど、うんうん、この溝落ちと、うんうん、あ、おへそ当ててもらっていいですか？ここだな。はい。あ、ここ。はい。あ、ちょっとあれですね。左に寄っちゃってますね。そうなの。体やっぱ中心線がずれてるというか、ねじられちゃってるから、こうなってるんで、おへその位置も。あ、こっちに子供が寝てますわ。あ、じゃあそれでもいつもこう、この向きをね、変えてるから、ずれてきちゃってますね。うん。斜めになってるんで。そういうこともあってちょっと消化悪くなったりあるかもですね。お腹の位置がで、ツボなんですけど、このへそから指4本分上と下にあるんですよ。大丈夫ですか？押していきますね。ちょっと待って。おー、軽くです。なるほど。はい、楽にしていただいて、こうやっていくことで
で胃腸の働きが良くなって消化が良くなったり代謝が良くなったり。なるほど、はい、自分でもすごいですね。そうですね、自分でもこう軽くこう指こういうふうに両手でスーッとこう息ハーッと吐きながら押していただくと無理がなくていいと思います。はい、あとこちら側ですね、はい、下の方にも指4本分おへそから取っていただいて、こっちが中間、こっちが還元っていうツボなんですけど、はい、こっちは元気を、元気の関所、はい、元気を集めてくれるみたいな。丹田、あ、丹田じゃないです、還元ですね。還元、丹田、あ、丹田っていうのもありますね。確かに位置的に近いですね。ああ、痩せた感じするわそんな速攻で。いやでもね、確かにこうやっていくと体に温まってきたりして、なんか痩せた感じがする。はい、あ、そうですね。今ちょっとこう動きましたよね、胃がね、ぐるぐるっとから内臓が動く感じありますので、あ、しかも熱もちょっと先ほどより感じられますね。やっぱこう温まってきてると思います。まずはね、しっかりこうお腹があったかい状態を作っていくっていうことで痩せやすくなったり、はい、精神的な安定がもたらされたりしますので、はい、結構ね、女性はみんな男性もそうなんですけど、お腹って冷えやすいんですよね、意外と。で脂肪ついちゃったりするとなおさら結構お腹が冷たくなってたりするので、すごい。あ、でもじわっとね、お腹温まってきてますね。どうしてもやっていきますね。こつらくないですかね。はい、結構お腹張っちゃってますね。まあ、やっぱりその自律神経が乱れてしまっているので。ですね、さっきよりもなんか柔らかくなってきました、うんうん、横向き、はい、あ、でも最初より姿勢良くなった感じは、肩が落ちてますね、はい、で右に首をひねる、左にひねると、はいはい、反対、あ、最初に行ってますね、うん、横に向ける加減が広がりましたね、うん、ぐーっと上向いていただいて、うん、はい、あ、これもすごく分かったように見えますね、うん、はい、行く範囲広がりましたね、うん、最初よりもこう水平に近くなってます、うんうん、で顎つけてもらって、今の方がこう自然にできてるような前屈後屈ですね、はい、はい、そうそうです、お、でもこれもスムーズにいった感じですね。ちょっと最初なんかこう痛みがあったりとかしてましたけど、はい、うん、そうですね、はい、痛みはなく、あ、押えていただいて、うーんと、それ、あ、これもいってますよね。全然違いますね、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうびっくりするぐらい、うん、何が一番効果だったって足ですね。ねえ、足変わりましたね。足がもうものすごい軽くて、うん、ジャンプしてる、ね、こんなできなかったわけですから。あ、ねえ、うん、重たそうでしたもんね、うん、見るからに、うんうん、獅子神様です。獅子神様にはね、生かされてますから、獅子神様に。ありがとうございます、ね、お目元もね、パッチリ開かれましたし、はい、うん、顔色とかも良くなった感じがありますね。産後って多分ね、いろいろとお疲れになること多いと思うので、うん、もしまた時間あったらぜひ お気軽にお声掛けください、うん、ありがとうございます。助かりました、本当にありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、
それではまた、 See you!